ケゴ公園で行われたフラワーデモに初めて参加しました。皆さんの切実な声に耳を傾けました。福岡市もワンストップの相談所、そして啓発活動に努める必要があると思います。私も性暴力の根絶のために力を尽くしたいと思います。